どうもこんにちは、佐野健太郎でございます。ですね、今までのサーバーがエラーなんかを頻繁に吐くようになってきたんで、新しくサーバー作り直して前のサーバーで作っていた段階まで神様モードで作っちゃいましたんで、この続きから作っていきたいと思います。若干土地を広くしたりと変更点はございますが、まあそれらも今回紹介していきたいと思います。では、じゃあ今からご案内しますね。ではでは、お二人さん、新しくなった拠点をご案内しますよ。って言っても新しくなったわけでもないですね。新しくなったというよりはちょっと作り変えた、かっこ少しまあ土地を広げたんですけど、それによりまして地下が少し広くなったかなっていう感じなんで、とりあえずは地下からご案内しますよ。してまあこの辺は前と変わらないんですけど、まあ城の地下あたり、こっちの方が広く感じるね。この鉄筋のこれ使ったことによって、まあ、荷重がかなり耐えられると。でちなみにこれが僕の部屋です。これ親ですね。親じゃないよ、僕の部屋だよこれ。違うよ、結構広いんだからね。拷問部屋。あ、ちなみにね、あの牢屋はね別に作りますから、うん、あ、作るの。そうそうそう、やった。でコロちゃんのキッチンもなんか若干広くなったのかな。キッチンしたの。コロズキッチンは安定の地下ですよ。絶対ここ一酸化中毒で死にます。ちゃんと大丈夫大丈夫、ここに換気扇ついてるから。この換気扇という名の冷蔵庫ついてるから、ここに。あ、次、冷蔵庫？冷蔵庫？え、その足元でってですか、もしかして。それ水じゃん。これ水だ。ちょ、上のこれ。金色のやつが。え、これ換気扇なの？ただね、なんかちょっとバグがまた発生してるのかわからないけどね、銀色じゃなくなっちゃってるね。すごい、ね、すごいすすげってるよこれ。なんか油汚れが。あ、ジョイ持ってこないと。あれですね、コーヒーゼリーのキューブです。そうそうそう。でこっちが食料庫。うえー、食料庫だー。って言ってもまだね、地下シチューとかしか入ってないんだけど。むしろ豪華。で皆さん、今後空き缶手に入れたらこいつに入れてください。うん、両方です。空き瓶じゃない。あ、そう、空き缶じゃない、空き瓶だった、ごめんね。まあ空き缶でもいいんだけど、空き瓶がまあこれです。じゃあで他のまあ缶詰とかトウモロコシとかはここに入れていただければ。でこっちが部屋。まあまだ入り口作ってないんですけどね、こっち部屋。まあここが一つの部屋っていう感じで、僕らは一体何を目指してるんだろう。まあ、まあ、そうなんですよ、これ隠し部屋があって、まあ隠し部屋がない部屋もあるんですけど、てかこれ落ちたら怪我する。どれどれ、ここ。あ、これね、地下からね、ああ、はしごついてた。そうですよ、はしごがあって、でもう一箇所と地下とつながっているんですけど、でこれは城を、じゃあ2階に行きますよ。っていうか、ほんとみんな羅族だから、すげえ原住民感が半端ないね。まあ2階もそんな変わらないですよ。じゃんけんでもして。え、木枠なってるじゃん今これ。これですか。これはですね、まあ真ん中のここはまあ共有になっちゃうんで木枠でいいと思うんですけど、まあその他の壁は自分の好きな建材を使っていただければいいので。あ、もう3階行ってるもん、みんな3階行ってる。3階来たよ。3階はここはリビングですよ。ここみんなのたまり場的なリビングですよ、ここが。そう、まあ、ここにソファーとかテレビとかを置いてコーディネートしていけばいいかなって感じですね。外に出るものは途中まで。ああ、どれ、こここれですね、僕らの命綱は。今スーパーマンが飛んできたんだけど。この柱が僕らの命綱。ああ、これ別のね、まあこっちのなんていうか五重塔的なところに行く渡り廊下ですよ、これが。え、五重塔作るんですか。塔的なやつね。
何つくんだろうな。アロタワーかな。で、どこだっけ、コロちゃん、コロちゃんの階段、コロちゃんの部屋に行く階段のところじゃしか通じないな、アロタワーは。こっち、あ、こっちか。この丸い柱を吹っ飛ばしてやるぜ。やめて。で、まあこれが、まあトイレ。あ、これトイレ。で、こっからこっちがコロちゃんの部屋。コロちゃんの部屋にダーイブ行って。ここがコロちゃんの部屋ですよ。ここがコロちゃんの部屋。狭っ。この隙間がな。いや、狭くないよ、ぶっちゃけ。あの、1、2階の部屋よりも広いからね。いや、大丈夫、ここでしょ。あ、ここ、あ、うん、いいんじゃない、これ、ここでもいいんじゃない。かわいそうだけど。ベッドしか置けないよ、ベッドとチェストしか置けないよ、これだと。ここに松明のところ置いといてやるか、こっちしょ。で、まあ、もう一つの回答点がさっきコロちゃんが言ったこの階段ですよね。この階段素晴らしいんだよ。シューッ、危ねえ。これ、真ん中に階段設置したけど、うん、こっち側にも階段設置してあるんやで、降りるよ。あのね、ちょっとね、たまにわからなくなるんだよね。おお、はい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 。前のさっきこれで前じゃないですか。ちゃんと通れるようにしてよ。おお、螺旋階段からまっすぐの階段になったと。いいね、目が回らなくなる。確かに前の目回りますもんね。おお、おお、ね、ここが電子閣。電子閣っていうよりはもう完全にあれだよね。おお、物見やぐらだよね、ここ。びっくりした。まだダメです。ちょっと待って。あのね、ここはここから先行ったら死ぬよ。いいか、誰も押すなよ。誰も押すなよ。押すなよ。押すなよ。このゲーム押す機能なんてありましたっけ？ダンちゃんさん。うん。屋根強化しないと。まあ押したとしても下の階に落ちるぐらいかな。あれ強化し忘れ。見えちゃう見えちゃう。見えちゃう見えちゃう。まあまあまあ、追加要素はこんなところですよ。なるほど。さりげなく屋根もできてたもんね。まあ屋根は先に完成させちゃいましたね、コロちゃんが。あそこもね、強化はまだしてないんだけどね。ほんとだ。あそこね、あれは中見えるように、とりあえず皆さんに、うん、どんな感じかを見えるように残しておいたんだけど。危ない、落ちる。あえてこんな感じで製造してやりますって。ね、上見ながら歩いてたらヒューンと落ちそう。やべ、怖い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 。ああ、やべやべやべ。まあ、でもここから落ちても骨折する程度かな。いや、死ぬだろ、これ。死ぬ。確か骨折ダメージ、うんってか落下ダメージ増えてたはずだから。マジで、うん、やばい、さっさと外壁作っちゃおう。で、今回はですね、白壁を、まあ、一段、なんだろう。怖い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 。あ、こっちまだ当たった、こっちまだ当たった。どっから見える。木枠、あれか、これかな。石垣の上に木枠が乗ってると思うんですけど、その木枠の上にあの豆腐を置いていただければ。あ、ちょっと取りに行けなのって言わないですよね。うん、豆腐はチェストに入ってるよ、この前取ってきたっていう手で。手で。この部分カットでいいんですね。外壁が若干変わったよ。ああ、そうそうそう、ちょっとね。まあ前回のサーバーでまああったであろう豆腐の量は一応出しておいたんで。ほらみんなさ、前さ、うん、外に乗り出してさ、警官の攻撃食らってたじゃない。ああ、うん、外壁だから、うん、あの、うん、穴から覗いてね。でそっから銃で撃ってね。ああ、そっか、それもあれだ、説明してなかった。あ、火縄銃欲しくなるな。そうすれば、警官ゾンビにたげられないで攻撃されないで済むから。ちなみにそれノアさん、しゃがんで入ると中入れるよ。シュッ。お、入れる。なんだこれ、なんだこのジャストフィット。そっから狙撃ができます。ジャストフィット感、ジャストフィット感すごい。ジャストフィット感すごいっすよ、これ。いきますよ。シュッ、スポン、イエーイ。あのね、立ち上がるとね、同化してるからね、上の豆腐と。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。PC の方は画面の真ん中にボタンがあるのでそちらをクリック。スマホの方は下の方に赤いボタンがあるので登録よろしくお願いします。
それではまたのご視聴お待ちしております。